武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、東京学芸大学の倫理の、勉強について話していきたいと思います。倫理ですが、時間120分で大問が2題、で論述中心の主体、論述中心の形式となっております。で、各、論述の文字数がですね、2016年度に関しては、1100字、程度ですねの、出題がされており、まあ、実際かなり書く量が多めと、なっております。で、聞いてくる論述のテーマ、に関してですが、これはですね、簡単なものは本当にその用語というか、そのテーマの、理解、教科書を読めば分かるようなものがちゃんと分かっていればできるものなんですが、まあ、実際2016に出た問題の中でちょっと難しめかなというのが、インドの大乗仏教の特徴をそれ以前の仏教との対比の上で200字以内説明せよみたいな問題、まあ、つまりこれは知識として持ってるだけじゃなくて、それらを組み合わせてちゃんとその比較ができるかとか、特色がちゃんと区別がついているかみたいなことだったりというように、まあ、教科書通りのことをそのまま覚えただけじゃ書けない、ちゃんと自分なりに噛み砕いて、理解して説明しなきゃいけないという問題が、出ていくという形になりますので、まあ、ちゃんとした理解っていう部分ですねが、かなり求められるという点があります。なので論述対策の部分に関しましては、まあ、教科書なり用語集の読み込みだったり、問題集しっかりセンター対策のものなどをやり込んで知識を入れ直すってことをやっていくのももちろんなんですが、実際過去問、まあ、ここの過去問だけじゃなくて、例えば筑波大学の過去問などですねもちょっとやって、思想に対してちょっと深く踏み込むようなところをやっておいた方がいいかなというふうに思います。で、似たようなテーマ、まあ、例えば仏教なら仏教、キリスト教ならキリスト教だったり、あとはその、まあ、そうですね、時代ごとの特徴ある、テーマで、まあ、同時に挙げられる人たちがそれぞれどう異なっているか、片やこちらはこうでもう片方はこうみたいな部分の説明がちゃんとできることを意識して、対策するように心がけてください。以上が倫理の勉強となります。